島市立国民健康保険浜島診療所は、三重県島市にある診療所。通称は、浜島診療所。過去には病院に昇格したこともあったが、現在は事業縮小で平日のみの診療となっている。三重県島市の西部、浜島港に位置する。会所当時浜島町に2つしかなかった医療機関の一つとして、地域医療に貢献してきた。 旧浜島診療所施設外用浜島診療所の前身は1926年1月に高山久則医師が開業した個人経営の高山医院である。年代は不明であるが、後に被害医院に解消した後も地域医療に尽くしてきた。1942年、当時の浜島町が被害医院を5万円で買収したが、委託診療という形で体制そのままの運営が実施された。 1944年9月1日には、浜島町立診療所に名を改め、医師2名、看護婦3名、他レントゲンし、事務員、小遣いの計8名で新たな運営体制が整った。診療科目は内科と外科の2科目で、外科の受診者を中心に入院患者も多かった。1945年4月7日に、浜島対岸の小沢村が空襲を受けた際には、 診療所の廊下を埋め尽くしても収容しきれないほどの患者が運び込まれ、多くの人命が救われたという。第二次世界大戦終結後の1950年には、近隣町村からの患者が増加、医師増員の声を受けて3名に拡充された。医師の交代が頻発するという不安定さはあったが、診療所の経営は順調に推移していた。さらに1五十七年には病棟を増設。 翌1958年には浜島町立病院に昇格を果たした。しかしながら昇格からわずか2年後の1960年頃には医師不足が表面化。浜島町は医師の派遣を受けていた系列大学への単眼に奔走した。これを見かねた患者たちは交通の便が良くなった阿護町うかたにある三重県立島病院や民間診療所へ流出するようになり、 開設以来初めて入院患者がほぼ0人となってしまった。結局、浜島町は医師を確保できず1名のみとし、過剰人員の看護婦を削減した上で1968年4月に浜島町立診療所に名前を戻して診療所へ降格させた。その後、地域の高齢者が高台にあった当時の診療所へ通いにくかったことから、 浜島中心街の平地に診療所を移転することを決定。1969年11月15日に着工を開始し1970年7月21日、現在地に浜島町国民健康保険直営診療所を新築開業した。新診療所は2階建てで、所長住宅も併設された。それからしばらくは厳しいながらも、独立採算は、 なんとか保てるという状態が続く。1987年4月1日に着任した久保修造医師が診療所長を務めた時代は、理学療法が拡大され、レントゲン用のテレビの買い替えが行われるなど、経営の安泰期に入った。しかし、2001年4月30日付で、久保医師が退任した後の人事が決まらず、伊勢市や磯部町から3人の開業医と伊勢、 慶応病院からの応援医が交代でつなぐという不安定な状態が2ヶ月続いた。同年7月1日からは先住の医師が着任したことで一応落ち着いたが、三位一体改革に伴う医療制度改革の影響が直撃し、宿直と院内処方箋の廃止に追い込まれ、住民の利便性は低下した。 2004年10月1日の市町村合併による、島市誕生の際には、島市立国民健康保険浜島診療所に、解消の上、真摯に引き継がれた。この時、新規に医師が着任し、以降10年にわたって勤務する。市政指向時は午前と午後の2回診察を実施していた。2010年5月に、島市病院事業部は、高波対策として浜島診療所を、 再び高台に移転することを発表した。建設場所は4カ所の候補の中から、島市立浜島小学校級高地に決まり、磯部建設工業が工事を受け負った。そして2012年4月1日に、新しい診療所へ移転した。2015年6月に、市政士工事から着任していた医師が離任し、2016年6月現在、公認の医師を募集している状態である。 旧浜島診療所の土地は民間所有であり、新診療所に移転後、島市では所有者に土地の寄付を交渉してきた。その交渉の中で所有者は多目的イベント施設等の設置を要望し、交渉に当たった副市長との間の覚書には、計画通り施設が建設されないのであれば、現状を復帰して土地を返還する旨が記載されていた。 2016年3月の島市議会では、このことについて、地方自治法第96条第1項第9号に、規定されている議会の議決が必要な、負担負の寄付に該当するのではないかと問題視し、2016年度、一般会計当初予算案に盛り込まれていた旧、浜島診療所の取り壊しと跡地への、多目的イベント施設の建設費4741万6000円を、 予算案から削除した、総合診療医を中心に応診している、ありがとうございます。